ってことは、ここ新居対決負けてられない。危ねえ。危ない。さあ、ここミラーだけど、お前が来い。ちょうどバウンティラッシュ楽しんでいきましょう。今回はルフィを使っていきたいと思います。最近特性でバンバン回復できるキャラ多くないですか？体力削っても特性で回復して復活したり、おでんの超回復ブーストで体力満タンになったりとできるのが最近のキャラの強い点だと思います。ただそこに歯止めをかけるようなルフィロ唯一無二の回復不能状態風化もマジで強いんですよね。環境キャラたちのシンプルな相性で考えたらよくはないかもしれませんが、まあ、それでもこの回復不能状態という一点があるだけで正直だいぶ厄介だと思うんですよ。僕は対戦していたら結構警戒しますし、まあ、当たったらね45秒も回復できないんで相当きついです。なんでこの最強回復不能状態持ちのルフィロは今の環境でも未だに強いと思います。ということで、ここから試合になりますんで、チャンネル登録、グッドボタン、めちゃくちゃモチベーションにつながりますんで、ぜひお願いいたします。ということで、ラジオナイフ、はい、やでやす、お願いします。ということで、今回は回復不能状態持ち付与最強ということで、ルフィロ使っていきたいと思います。お願いします。ていうか、本当にね、最近環境キャラたちもずっとすぐにね、回復するんで、まあ、特に、まあ、一番、ウソップにはもうこのね、回復不能状態ラジオナイフをちょっとぶち当てて活躍できたらなと思います。頑張っていきましょう。まあ、ずっとね、僕70レベルとかで、で、まあ、クルツバトルではね、使ったことあるんですけども、もう本当に特訓とかかけら効果で、ようやくね、星5になってリーグ初陣ということで頑張っていきましょう。あそこの新旧ルフィ対決、ここもしっかりと隙見て回復するの。てか、このクールタイム短いっていうのも相当強いと思うんですよね、このルフィローというのは。おお、めちゃめちゃ海賊王飛んできた。さあ、ここ回避見たんで、はい、お前、ああ、かぶっちゃったけど、これ全然おでんさんのダメージ多いんで、OK です。ということで、さあ、ここの新旧対決、さあ、負けてらんない。さあ、ここで決めてからの技、ああ、しまった、1個多かった、1212です。121ラジオナイフだったら、わ、ちょっと何か1個目すけんかったか、今の。121ラジオナイフですね。今のは失敗しました。ということで、ここ新旧対決負けてられない。危ねえ。オッケー。危ない。このね、やっぱ新旧対決負けるわけにはいかないということで、しっかりと倒していって、で、これウソップも本当に復活するんで、回復してね、まあ、そこにしっかりとラジオナイフで歯止めをかけていく。まあ、これもだいぶウソップキラーなんじゃないかなと。はい、来たよ、早速。ここも頑張って避けて、1回避誘ってからの、分かってる、そこで、はい、さようなら。強いわ。やっぱ強いですね、本当に。あ、またこれしっかり取り終わって、しっかり殴っておでんさん無理なんで逃げますと。はい、これさ、回復不能状態付与したら、あの、ウソップか、ウソップ復活しないっていう認識なんですけど、これ合ってますかね。まあ、これでだいぶそのウソップの復活やめて、だいぶ強いんじゃないかなとか、何言ってるか分かんないんだけど、さあ、ここおでんさんがちょっときついな。おでんさんは今日きつくて、これやばい、また当たってくれ。オッケー、あ、まあ、全然当たってない。やばい、おでんさん、お、待って、おでんさんきちい。はい、お願いします。ということで、ちょっとですね、メダルを、あ、またこっち行くな。よし、これをちょっと遅らせ乗りますか。乗る時間を遅らせて、で、後ろから攻めれるぐらいのね、調整で、っていうか、そのメダルをちょっと変えまして、まあ、ジャブラールッチにしてたんですけど、火力がね、あんまなかったんで、まあ、これ回避見たんでいけますね。オッケー。ルフィローとバウンドマンメダルにしてね、火力を少し上げてまいりました。ということで、まずお宝エリア内に入って、ここで引きずり出してからの、はい、一発。強いね。この気絶して持ってくるっていうのも相当強いと思います。で、このウソップにどうしてもラジオナイフをぶち当てたい。さあ、ちょっとぶち当てたいよ。ここ待って、待って、強い。鬱陶しいこいつ。さあ、回収。オッケー。これ回復不能をしっかりとぶち込んで。え、またこの2体に当てれたのだいぶ強くないですか。あー、またこれも飛ぶわ。あー。はい、ということで、ちょっともう一回10秒待って、やっていきたいと思うんですけど、さっきの、ウソップヒゲに、この回復不能を当てれたのはね、だいぶ強いと思います。さあ、あれ、でも、あれだな。あれ、今でもウソップ回復っていうか、復活しましたね。あ、これ、あれ、待って。しまった、認識ミスだったかもしれない。これ、回復不能状態に当てても復活はすんのかな。わかんない。ちょっとこの、あんま使ったことないゆえ、あんまわかんないんですけれども。で、ウソップも黒ひげも持ってないんでね、僕。あ、しかも、これ認識ちょっと間違えてたかもしれませんね。回復不能状態になってても復活はすんのかもしれないということで、ここしっかりとぶち当てて、OK。まあ、シャンクスさんから、あ、また白ひげ状態だ。落ち着いて、不意にパンチ、OK。さあ、認識はどうなんだ、これもしちょっと分かる方いましたら、ぜひちょっと教えていただけると助かります。ということで、まあ、でも回復不能にできるっていうのは相当ね、強いと思いますんで、ミラー、お前が来い。はい、オッケー。これマジで強くない、この引っ張り出すやつ。でさ、あそこの、犬はここはちょっと避けて、1、2回避って、これ当たりなさって、オッケー。
さあこいつ特性回復あるのかちょっと覚えてないけど、んーでまああとは詰めていくだけですね。あでも下にこう大丈夫だね。オッケー。さあ黒ひげさんも回復不能になってる。この紫のプラスマークがね、まあ何とも言えないマークです。ちょっとここスキルじゃなくて1を貯めて、22秒マジで早い。さあここセンターライン揃ったんでしっかりとぶち当てて、あい強い強くない5人 KO したんやけど、ありがとうというで、こちらこそありがとうございます。さあここのルフィロー80レベルでしっかりと5人 KO することができて、で回復不能状態、あ危ない。さあここミラーだけど、お前が来いお前が恋未来。んーでここもしっかりと、あシャンクさんこれでカウンター当てても回復しませんので、まあカウンターってかまあ大丈夫です。それも回復しません。さあとはちょっとここ数秒ね粘っておけば、あてかこれ大丈夫ですね。これちょっと耐久面がね、耐久面がちょっとないんだけども守りきったんで、あざした。はい、よいです、よいしょっす。では今回も、回復の状態に当てれる、頑張っていきましょう。ここロージャー選手来た。これ相手握らせ。オッケーオッケー、握ってくれたんでかくて。で、終わった瞬間に回復不能をまずぶち込んでいく。オッケー。これでロージャー船長は攻撃されても体力を回復することはありませんので、あとはもうおじゃじゃねえわ。おでんさんに、いろいろ混ざっちゃって、ロージャー船長とおでんがいろいろ混ざっちゃって、こっち来い普通に避けられてった。で、まあこういう感じで攻撃してもね、もうどん回復されないという、任せろオッケー。さあおでんさんに倒してもらおうと思ったんですけども、結局倒すことができて、いやこの回復不能状態本当に強いですよね。クールタイム短いし、まあ、これをねちょっとどんどんぶち込んで注入していけたらなと思うんですが、さあそこちょっと怖いな。もうすぐ溜まるんで、どうにかこうにかで、これ待って、やばい、耐えろ、危ねえ、めちゃめちゃいくな。あ、それはさすがに、よけて、で、かよし、見てからの、ここでしっかりとぶち込んで、オーケー、黒ひげさんにこれで当ててたのぶち込んで、これで、お前が来い、オーケー。さあここは旗取れるか否か、やっぱこの回復、はい、ということでやっていきます。さあただあそこやっぱね、回復不能状態ってのは本当に強いですね。もうこう回復不能状態だったら超回復ブーストとかでも規定も回復しませんので、まあ、そこでもあとここちょっと危ないんで、で隙見てちょっと回復、この隙あらばねここで狙っていく。さあここでいけるよ、いけんじゃないの、はい、オッケー。いやまたこの2体当てれたのマジででかい。ロージャー船長マムに当てれたのはマジでかい。うわあ、めちゃめちゃかぶっちゃった、すごいかぶっちゃった。ただここからまあ回復しないんで、まあ味方さんがこれで、黒毛さんナイス、これでイエス、え、はい、ということで、まさかの2グリフォンにやられるハメになっちゃったんですけども、さあここからマムをやっていきましょう。まあマムも相当この環境強いと思うんで、ここわちゃわちゃなってるんで、ちょっと旗狙いに行きますと。ここでグイグイグイと。で、このマムの顔の旗取りスピードの速さ、相変わらずですね。僕、青属性で来ると基本的に裏マムでやってるんですけども、いや、マジで全然環境強いと思います。で、初期旗行かれてんのはしゃあない、もうこれ無理なんで、で、まあ、あとちょっといい感じ、これ飛んでいきなすって関係ないんだよ、そんなカチカチのやつとか。まあ、これやばい。よけて、はい、さよなら、待って、ここまず守らないと。危ねえ。あとちょっと取られてるか。さあ、ここの黒ひげさん大丈夫ですね。まあ、このマムさんがめちゃめちゃ環境の時に、まあ、ルフィロー、このマム対策として、まあ、めちゃめちゃ強かったっていうことでね、まあ、だいぶ環境キャラに君臨してたんですけども、ロジャー、オーデンとか出てきて、だいぶちょっと落ち着いたかなっていうところはあります。また、これやばいな。壁。はい、オッケー。これで飛ばされても、お宝エリアないっていうこと。いや、マム強いな。オッケー。これ勝ちです。ありがとうございました。はい、よいしょっす。頑張っていきましょう。ということで、割と何戦かやってた、あ、ごめんなさい。これちょっとまた遅らせてからの乗っていきます。まあ、割と何戦かやってみて、まあ、ルフィセットメダルがね、安定してていいんじゃないかなと思う。怖いな、レイリーさん。さあ、ここだけちょっと隙見て、レイリーさん回避されないぐらいに、OK。まあ、当てて、そう、なんだっけ、そう、ルッチジャブラでやってた、これまた回避して、はい、OK、こっち来なすって、あ、こっちだ。まあまあ、全部かぶされるのが火力高いんでね。まあ、あんまクリティカル 300% ぐらいアップするんですけども、そこめちゃめちゃ攻撃できるキャラかって言われたら、まあ、そういうわけではない。痛い。それは痛い。さあ、ここしっかりとぶち込んでって、ケロジャー船長に当てるだけ当てて逃げてきますと。はい、まあ、ちょっと申し訳ない。そうで、めちゃめちゃこう、多段スキルとかで、多段攻撃で攻撃できたら体力も回復できていいと思うんですけども、そこまでではないので、まあまあ相性としてはなんかルフィセットの方が強いなっていう使用感としてはね思っております。でサンタルブちゃん回避しないタイプ、落ち着けてる透けてる、ちょっと危ない。さあここで一発入れて、さああんま戦ったことないですねサンタロビンちゃんは。さあどういった攻撃なのかもよく分かっていない、強い待ってスキル1の分身、スキル1か2か分かんないけど、分身そんなの関係ないよ、はい、オッケー。ここでの分身はなんだろう、タゲが変な方に行っちゃうとかなのかな。
ちょっと待って、こう通常通貨、また、ちょっと変なとこ行ってる。待って、危なかった。待って。あんま戦ったことないキャラ来るとなんかドキドキしちゃうわ。どういう攻撃かわかんないし。またこれ上いるんで、ちょっと守ろうか。まあ上2人いるんで大丈夫でしょうということで、ちょっとここゲージ貯めたいと思います。確実に勝つためにね。いやでも回復不能状態本当にねだいぶ強いと思います。であっちの人がちょっと一人攻めてったんで、ここは真ん中から下でも行けるように調整しつつ、さあルッチロジャー、まあここもしっかりと2人にぶち当てれたら当てれたらだいぶ強いと思いますんで、まあいい感じでここでしっかりと、あ、まあ、避けられたら逆にこっちで、あ、OK見たら、はい、お前がこっちでかーい。はい、まあここから気絶付与入らないんでね、まあだいぶやられてん。はい、ということで、ちょっともう裏マムやっていきたいと思います。もう勝ちたい。ただただ勝ちたいということで、さあ、ここはもうお願いしちゃって、レイリーさん大丈夫。あ、これ、避けて、オッケー、さようなら、バイバイ。あそこね、回避、レイリーさん回避して、僕も、ちなみに1個前、レイリーさんの動画なんで、ぜひ見ていただけたらなと思うんですけれども、レイリーさん、あそこで結構回避すると、焦ってね、スキル1打ってくる気がちなんですよ。僕もそうなんだけど。まあ、それを先読みして、回避用意しとくっていうのが、割と回避できる、コツだったりするんじゃないかなと、個人的に思っております。ここ取れたの、だいぶでかくて、で、あとは、まあ、守りきれば勝ちですね。さあ、オロジャー選手行った。間に合う？お、間に合った。すげえ、すげえ、すげえ。大丈夫。ここ頑張って守ってみましょう。さあ、ここちょっと粘れ。オッケー。よーし、あざした。